水路チャンネル。皆様こんにちは、七つ色チャンネルです。前回の鉄道模型動画で勾配と反力に大きく影響する車輪ゴムかっこトラクションタイヤのない視察オレンジ鉄道 HSOR の100型かっこ品番92190についてお話ししました。その時1両単行の渡良瀬渓谷鉄道 WKT の500型かっこ品番2642に車輪ゴムが装備されているのは不思議に思いました。車輪ゴムがない状態で問題なく勾配を走行できる場合、車輪ゴムがない方が終電性や線路への汚れ付着防止という点で有利でしょう。そこでこの度は入手していた車輪かっこ品番 BW の 100Y5.6 ギア付き銀の車輪ゴムなし車輪と交換して勾配と反を行ってみようと思った矢先に冒頭のような非常停車が割ってきました。これは MQ モーターの不調でしょう。予定を変更してこの車両の走行状態を記録として残しておこうと思います。以前 ED6214号機浜松工場かっこ品番9187もモーター不調になり、この時はモーター交換を行いましたが、この度は対処する前に製造メーカー様であるトミックスさんに問い合わせを行ってみることにいたします。トミックスさんからモーター不調の原因や対処法のご回答をいただいた上で、渡良瀬渓谷鉄道 WKT の500型かっこ品番2642をどのように修理するか検討いたしたく思っております。新しく MQ モーターへ交換しても同じ不具合が発生する可能性があるため、互換性があると言われている M13 モーターへの交換も可能かどうか合わせて問い合わせを行ってみます。それでは症状が発生した時の状態を見てみましょう。七つ色チャンネル。ただいまスロー走行で撮影しております。 MQ モーター搭載車両のスロー走行はとても滑らかで静かです。これで耐久性があればとても高評価なモーターになったことでしょう。今短絡停車しかけたようですが踏みとどまったようです。逆方向も走行させてみましょう。撮影している時に限ってなかなか症状が発生いたしません。何度か撮影しているとようやく症状発生、異常停車となりました。ちなみにスロー走行では終電不良による異常停車も時折発生いたします。この場合は車体を少し動かしてあげるとすぐに復帰するのですが、モーター短絡による異常停車の場合は電源が断たれるためご覧の方法では復帰しません。一度短絡停車した場合パワーユニットのオフオンで復帰するようですが、一度の操作で復帰することもあれば何度か繰り返し操作を行わなければ復帰しないこともあります。なかなか復帰しません。車体のボディを外して見てみましょう。この車両はヘッドライト LED の交換と自作のテープ LED 室内灯を装備させています。これが短絡ショートの原因になることもございますが、ヘッドライトや室内灯に問題がないことを事前に確認いたしております。パワーユニットの電源を入れると一瞬ヘッドライト LED が点灯しますがすぐにショートします。何度か電源を入れ直したりディレクションスイッチを操作して電気曲線を判定させたりすると突然復旧します。ようやく復旧してくれたようです。しかし一度でもこの症状が発生すると今後も再発するようになり、そのうち完全に復旧しなくなる不動化という終着液にたどり着くことになるでしょう。そのままボディを外した状態でスロー走行を行っております。症状が発生しない時は10分くらい走らせても発生しません。もしかして完全に治ったのかなという希望の光が見えてきたりします。直流モーターが短絡しようとする原因は内部のブラシや整粒子と呼ばれている部品が摩耗し、ブラシの粉末が整粒子の絶縁部に付着することで発生します。したがってブラシの粉末を取り除けば復旧する可能性がございますので、回転する間にブラシの粉末が取れて症状が改善する可能性はございます。しかしモーターに自己修復機能はなく、ブラシが消耗部品である以上どのモーターもいずれ動かなくなりますが、 MQ モーターは症状が発生するまでの時間が短い個体の発生率が高いようです。トミックスさんには以下の内容で問い合わせを行っております。車両を走行させていると突然停車する。その時のパワーユニットの電源 LED は短絡ショートを示す赤が点灯。電源のオフオンを試みてもすぐに短絡ショートを示す赤が点灯。電源のオフオンを繰り返すと突然走行し始めるが再び症状が再発する。改善する方法はございますか？なぜこのような現象が発生するのでしょうか？ M13 モーターと交換することは可能でしょうか？私が特に気になっている点は、トミックスさんがこの現実をどのように捉えられておられるのかということです。製品が不調をきたすというのは仕方がありません。発生した問題に対してどのようにも対応をくださるのかということの方が大切だと思います。ご回答がいただけこの車両が復旧できましたら、改めて車輪ゴムなしの車輪へ交換して勾配と反走行を行ってみようと思います。こ
この度は突然のモーター不調で当初の予定とは異なった動画となってしまいました。また現在問い合わせ中であり結果へたどり着いておらず恐縮ですが、現在の鉄道模型界ではこのような現象が割と起こっているということが伝われば幸いです。本動画がご視聴者様のご参考になれば幸いです。今後も面白い企画や変わった現象に出会いましたら動画を制作いたしたく思いますので、次の動画でもお会いできれば嬉しく思います。それでは最後までご覧くださりありがとうございました。チャンネルご登録のご検討をよろしくお願い申し上げます。